<music> あなたはこの事実をどう受け止めるだろうか。大切な人の記憶が少しずつ薄れていくのに、医学は15年も足踏みしたまま、早期発見しようにも有効な治療がない、そんな現実にもしあなたが直面したらどう思いますかどううせ直せなないと指を加えて見過ごすべきなのでしょうか。 いえその問いへの答えを探るために医学界はある新たな光に目を向けていますそれが ATN という3つの指標すなわち記憶を守る3本柱ですタイトルにもあるこのキーワード後ほどじっくり回収しますがまずは物語の幕開けです記憶をめぐる戦いに巻き込まれた時あなたなら最初に何をしますか 認知症という病が静かに忍び寄っても、その半分は診断すらされない現実、家族がただの物忘れ、年のせいだよと聞き流し、本人も年相応と放置してしまう、正常な老化と認知症の境目に多くの人が気付かないのです。実際 患者も医師も単なる過励だと思い込んで見逃すことが多いと語られています診察時間も限られ物忘れを詳しく調べる余裕や道具も不足しがちですその上治せないのに診断して何になるという無力感さえ漂う記憶を蝕む病が疑われてもどうせ打てる手がないと諦めてしまう苦悩これが今の現場ですしかし放置すれば 大切な薬の飲み忘れやケアの抜け漏れが起きる。記憶力が低下すれば日々の生活管理も危うくなり、本人の安全さえ脅かします。何もしないままで本当にいいのでしょうか。半数の人が診断されずにいるこの現実を前に、あなたなら最初の手に何を選びますか。コメントでぜひ聞かせてください。 苦悩のただ中から生まれたのが新たな発見ですアルツハイマー病の脳では、何が起きているのかその答えを−つの観点から捉えるフレームワークが ATN です A はアミロイド脳内にたまるゴミタンパク、T はタウ神経細胞内の変性タンパク、N はニューロデジェネレーション認知神経による萎縮の頭文字です言うなれば ATN= 脳の健康診断の3指標です医師たちはこの3本柱で脳の内部を可視化し記憶を蝕む病変をいち早くあぶり出そうとしています 例えば、MRI で脳の萎縮具合を確認し、海馬萎縮がないか調べます。海馬とは、記憶の受付にあたる部分で、この領域が痩せ細っていく様子は病変のサインです。また、特殊なペットスケンを使えば、脳内のアミロイドパンを光らせて見つけることもできます。実際、70歳で認知症症状のない人の脳に、すでに大量のアミロイドやタウが蓄積しているケースも判明しました。 症状が出るずっと前から病の影は忍び寄っているのです。さてもし自分の脳にこの ATN チェックを受けられるとしたらあなたはどうしますか症状がなくても将来の発症リスクを知りたいと思いますかそれとも知るのが怖いでしょうか 実はその問いこそが次の鍵でした脳内の悪しき変化を示す ATN 指標は同時に生活習慣の影響も映し出していたのですウィスコンシン大学の研究では脳脊髄液中のアミロイドやタウの異常と関連して睡眠不足や運動不足などさらには インンスリン抵抗性つまり者の異常などが確認されていますつますつり悪い生活習慣が脳に後を残すことが科学的に示唆され始めたのです。であれば逆に生活習慣を正せば脳の変化を抑えられるかもしれないそう考えるのは当然でしょう。実際後援者は 運動をさせたり、血糖コントロールすることで、アルツハイマーのリスク低減が図れないかと投げかけました。薬がなくとも、日々の行動が、記憶を守る盾となりうるかもしれません。運動不足を解消したり、食生活を見直したり、ぐっすり眠ったり、そういった基本が将来自分の記憶を救うとしたら、あなたは今日から何を変えますか <music> この希望の鍵を手に人々は実際に挑戦を始めましたフィンランドで行われたフィンガー試験という研究では食事運動認知トレーニング血圧管理という複数の介入を組み合わせ高齢者を2年間指導しましたその結果記憶や認知機能が向上しただけでなく 血管のの健康指標まででも改善したのです。薬に頼らずとも多角的なアプローチで脳のパフォーマンスを底上げできることをこの挑戦は証明しましたつまり記憶を守る3本柱はすでに実践され効果を上げつつあるのです運動で脳の血流を増やし食事で認知を守り頭の体操で脳回路を鍛える どれか一つだけではなく全部が揃ってこそ最大の効果が出るのでしょうあなたはこの中で何か取り組んでいるものがありますかそれともこれは続けるのが難しいというものがあるでしょうかそれら一つ一つが未来のあなたの記憶力に直結していくのです15年もの間停滞するこの切実な訴えは 事態の深刻さを物語っていますしかし戦いはここからが核心です後半ではいよいよこの停滞を覆す逆転の一手記憶を守る三本柱の全貌に迫りましょう「 しかしここで物語は逆転しますどうせ無駄と嘆く笛に対し今や打つ手はあると胸を張って言える状況が生まれつつあるのですその鍵こそこれまで伏線として散りばめてきた記憶を守る三本柱実践編ですではその三本柱とは何でしょうかシンプルに言えば脳を守るための早期発見生活習慣改善 脳トレ術の三味一体です。まず1つ目の柱は早期発見です。物忘れが気になり始めたらすぐ専門家に相談すること物忘れ外来で記憶力の検査を受けたり場合によっては ATN 指標を測る先進的な検査に参加したりして早め早めに脳の状態を把握するのです年だから仕方ないと放置するのとプロの目でチェックするのとでは 年年後、10年後の状況に大きな差が生まれます2つ目の柱は生活習慣です ATN の項で見たように運動食事睡眠といった日々の習慣が脳の状態に影響しますですから適度な運動で血流を促しバランスの良い食事で脳に栄養を送り十分な睡眠で脳の休息と生理を促すこうした基本を徹底することが 何よりのの予防策となるのです例えば週3回の軽い有酸素運動や地中会食を意識した食事毎晩しっかり7時間眠ることなど小さな習慣が将来の大きな差につながります最後3つ目の柱が脳トレ術つまり頭を使って記憶力そのものを鍛える工夫です脳は使わなければ錆びつきます新しいことを学んだり人と会話したり パズルで遊んだり、脳に刺激を与え続けることが大切です。中でもお説明は記憶術の活用です。古典的な場所法、いわゆるメモリーパレスという。頭の中に記憶の宮殿を作る方法は、覚えたい情報をなじみの場所に結びつけて忘れにくくするテクニックです。このテクニックで頭に刻み、さらに睡眠で記憶を定着させ、翌日に自分でテストして思い出す。 この場所法をかける睡眠かける再テストの組み合わせは、記憶力を飛躍的に高める黄金パターンとして知られています。薬で治療法が劇的に進まなくとも、私たち自身の工夫次第で記憶を守り抜くことはできるのです。もちろん、簡単な道のりではありません。しかし、この三本柱を実践することで、どうせ無駄だなどと言わせない未来を自ら切り開くことができるはずです。 覚えておくのはたたった2つのポイントだけです。まずアルツハイマーから記憶を守るには早期発見生活習慣脳トレという3本の柱が欠かせないということもう一つは医学の停滞を嘆くだけでなく日々の工夫で記憶力を強化すれば認知症の未来を変えられる可能性があるという希望ですどんな最先端の研究よりも、 まず目の前のあなた自身の行動が未来を動かします。では早速この動画を見終わってから24時間以内にできることを一つ試してみましょう。例えば今夜寝る前の1分間で今日学んだことを静かに振り返りそして明日の朝起きたら30秒だけ昨日の内容を思い出してみてください。 たたったそれだけですが脳に刻まれる記憶の定着度合いがぐんと高まるはずです実際にやってみたらどんな感触があったか是非コメント欄で教えてくださいあなたの記憶を守る3本柱の実践がきっと周りの人にも勇気を与えることでしょうさああなたの大事な記憶を未来へつなげる第一歩をぜひ今日から踏み出してみてください